強い台風7号は、和歌山県の潮岬の南東およそ130キロを時速15キロの速さで北西に進んでいるとみられ、明日明け方にも東海地方に最接近する見込みです。先ほど紀伊半島の一部が暴風域に入ったほか、土砂災害の恐れがあるとして、三重県紀宝町は午後5時半過ぎに町内全域の5210世帯1万351人に避難指示を出しました。さらに東海地方では明日の夜にかけて線状降水帯が発生する恐れがあり、明日午後6時までの24時間に予想される雨の量はいずれも多いところで三重で450ミリ、愛知と岐阜で200ミリとなっています。また明日1時間に降る雨の量はいずれも多いところで三重で80ミリ、愛知と岐阜で50ミリと予想されています。さらに風も強くなる見通しで、明日の最大瞬間風速は三重県の陸上で45メートル、愛知県の陸上で35メートルなどと予想されています。気象台は暴風や土砂災害、河川の増水などに厳重に警戒するよう呼びかけています。